こんにちは、ジミーです。え、行きたくない会社の飲み会を業務後に控えて憂鬱な気分になることはありませんでしょうかえ、意味がなさそうな飲み会だと思いながらですね、断りたくてもなかなか断れないという人は必ずどこの職場にもいます。え、むしろですね、きっぱり断れる人の方が少数派かもしれません。え、今回はですね、会社職場の飲み会の断り方について紹介をします。私もですね、大変飲み会やお付き合いというのが多い職場にいましたので、え、長年いろろな断り方を試してきた経験を踏まえてお話をします。え、このような流れでお話をします。まず一つ目ですね、 どれくくらいいののペースでで飲み会に行くのかっていう話ですそもそもですね、会社の飲み会っていうのはどれくらいの頻度で行われているのか、過去の民間調査を見ているとですね、週に1回以上飲み会に行く人っていうのは全体の12%程度という結果でした。20代から50代の1000人以上にアンケートを取って、仕事帰りに、外に飲みに行く頻度っていうのを調べたものだったんですけども、私の印象はですね、意外にも少ないということでした。約40%の人はですね、この3ヶ月間、直近3ヶ月間は外に飲みに行っていないという回答のようです。次に多いのが2、3ヶ月に 1>, 1, 回1ヶ月に1回という人がそれぞれ20%ほどですね。8割もの人が1ヶ月に1回以下という結果は私の想像よりも少ない数値でした。まあ、サザエさんなんか見ててもですね、ナミさんやマスオさんはよくですね、飲んで帰っていますよね。仕事で飲まなくても帰り際にばったのりあったノリスケおじさんと一緒にですね、飲みに行くなんて光景はお馴染みです。この結果から思ったことはですね、それほど飲みに行きたい人っていうのは多くないということですね。他の調査結果も確認したところですね、理想の飲み会の頻度について調べたものがありました。結果はこちら第第なくてよい第2 年年ににに回、第3位1年に1回、回第第位、位、3ヶ月に1回というこ,とでしたここまででなんと86%。理由を見るとですね、会社が終わってまで職場の人と会いたくないとか、歓送迎会や忘年会だけで十分、ご機嫌取りが嫌だなどですね、多くの人はあまり頻繁に会社の飲み会に行きたくないということが分かりました。次の項目、参加の基本スタイルを決めるということです。何はともあれですね、まずは基本スタイルを決めることです。私の場合はですね、お酒は好きですけども、会社の飲み会というのはあまり好きではありませんでした。そのためかなり断っていたと思います。 それでもですね、オフィシャルな飲み会だけでも少なくない職場でしたので、外飲み頻度っていうのは週に1回以上ありました。基本的なスタンスっていうのは行かなければならない、大義名分がなければいかないです。つまりですね、オフィシャルな飲み会ですとか、感想外科出張者対応などはですね、もう考えずにとにかく行くと。それに対して突発的に発生するようなプライベートな飲み会、職場の飲み会っていうのはできるだけ断るというようなスタンスでした。このようにですね、大体のスタンスは決めておくといいでしょう。というわけで3つ目ですね、理由を考えるだけ時間の無駄という話をします。今回はですね頻繁 簡単に会がある。頻繁に誘われることを念頭に置いてます。えー、断り方っていうのを考えればですね、いろいろ方法っていうのはあるんですけども、毎回理由を考えたりですとか、一旦返事を保留にしたりだとかっていうのは一番避けるべき方法ですね。えー、時間がもったいないです。えー、ポイントは即答して後であれこれ悩まないことですね。誘われた時にすぐに反応できる理由を決めておくことが大事です。えー、即答してそのことを早く忘れることが大事ですね。えー、保留にするとですね、そこから考えたり悩んだりする時間がかかってしまうため、本当に時間の無駄なんですね。えー、嫌だけど言ってみたらなんかいいことがあるかもしれないとかですね。えー 協調性も大事だかからとかですね自分を納得させる理由を探し始めちゃうわけですね、えー。しばらくそのことを考えて上の空になりますので、仕事の効率としても、えー、かなり良くありません、えー。他の同僚の意向を探るといった行為もですね、えー、時間の無駄になる典型例ですね、えー。またですね、中途半端な理由を作ると、そこを突っ込んでくるような同僚や先輩、えー、もいますので、注意が必要ですね。まあ、鬱陶しく感じるかもしれませんが、事実、えー、そのような人はいるので、えー、認識しておくべきです。まぁ、あ、ダメな断り方を、例を挙げればですね、えー、例えば、まあ、毎週火曜日はあのジムに行くことになってるんですなんて言ったらですね、一回ぐらい行かなくてです。 でもいいじゃんとか、今週は水曜日にすればって言われておしまいですよね。で、買い物しなければならないのでなんて言ったらですね、時間かかんないでしょ。終わったら来ればって言われますし、二次会から来いということにもなりかねません。で、飲み会自体にですね、メリットや楽しみがなければ参加した時間も無駄ですね。会社の飲み会関係っていうのは得てして特段の目的もなく、いわゆるナーナーのものになることが多いです。行けば何かあるかもしれない、得られるものがあるかもしれないと考える人もいますけども、私の経験上ほぼそんなことはありません。大切な時間を無駄にしないようですね、ある程度準備しておくことが大事です。まあ でであればですね誘われた飲み会を断る時特に理由なんて言う必要はないというふうに思ってます「えー、今日は遠慮してきます」とか「ですね別件あります」の一言でいいんですけどもしかしですねこれだけでは済まないのが日本のサラリーマンの悪いとこですよねまあ本当は嘘はつきたくないところなんですけども日本の企業で働いてる以上ですね、えー、全部正面から突破しようとすると骨が折れます、えー、事務作業だと思って、えー、淡々と対応できるようにすることが肝要ですね。ということで4つ目いよいよですね断る方法はこの2つという話です事前にですねいつでも使える理由を想定しておくことが必要です。 と、その前にですね、家族、身内の体調不良ですとか、不幸を理由にするのだけはやめましょう。えー、常識的な人間であればですね、この理由を聞いたとき素直に心配します、えー。余計な気を使わせてしまうことになりますので、この理由はやめておくべきですね。ということで、えー、二つの方法を示していきます。一つ目ですね、えー、家族との約束を理由にするですね、えー。ほとんどの人にとって家族は大事です。家族の関係にまで踏み込んでくる人は少ないはずです。えー、一人暮らしでない人っていうのは、家族絡みの理由をつけて断り方を考えておくべきですね。えー、特に直前に誘われたような場合っていうのは、家族を理由にするのが一番ですね。 えー、夜に誘われたら、もう家でご飯ができてますのでと言えばいいですし、昼に言われたら、今日は家族で外食することになってますというふうに言えばいいです。で、えー、独身の方ですとか、何日か前に事前に誘われてしまった時っていうのは、二つ目ですね。えー、この二つ目が役に立ちます。外部の集まりを作っておく。これが最も効果的というふうに言えます。えー、当日のですね、直前の誘いではなくて、何日か前に誘われた場合、えー、家族のことを理由にするとですね、中には家の中のことでしょ、ずらせないのかと言ってくる人もいるかもしれません。まあ、そんな人少ないとは思うんですけども、えー、実際いるのでですね、対策をしておく 必要があります。経験上ですね、最も効果的なのは外部の集まりをあらかじめ設定しておくことです。えー、まずは別件がありますとさらっと断ってしまいましょう。それでもですね、中には何があるのという風に聞いてくる人も実際いますので、えー、想定しておく必要があるんですね。えー、同窓会などはですね、そう毎回毎回あるわけではないので使えませんよね。えー、趣味の集まりっていうのは重要度が高くないと勝手に決めつけられてそれを断ってくるようにと言われる場合があるのでお勧めしません。えー、私の場合ですね、お客さんを理由にしてました。まるまる社お客さんの会社ですね。まるまる社の何々さんと いい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 いうう人人ととプライベベートトににに飲みに行きますすすすよというふうに言えばばばわわけけでででねね実際に知り合いがいればベストですその人を思い浮かべて話せ自分が担当しているお客さんっていうのは一人とか一社っていう場合はほとんどないですよね。この理由はある程度頻発しても問題がないっていうところがいいところです。でこれを言うとですね、職場の人も突っ込むことができないわけです。日本人サラリーマンの心理です。仕事のお客さんとの約束っていうのは大変重要だというふうに認識されてるんですね。それを覆すようなことを言う人はまずいません。さすがにですね、お客さんとの約束をなしにして 自分たちに参加しろとは言いにくいようですね。え、めぼしいお客さんがいなければ、まあ、大学の時の先輩とか飲むというふうに言えばいいんじゃないかなと思います。え、ここは先輩にしておくべきですね。え、後輩だったら、えー、断れと言ってくる人もいるかもしれません。えー、くどいようですけども、え、会社の先輩というのは、後輩は言うことを聞いて当たり前だと思っている人がいますので、平気で理不尽なことを言ってきます。えー、毎回毎回ですね、理不尽だと憤っていてはですね、自分にもよくありません。えー、そういうこともあるというふうに認識して、無駄な会話を長引かせないためにもしっかり準備しておいてください。あとですね、毎回毎回断っていると、えー 疑われてしまうんじゃないいかと考えるる人もいるでしょう、まあ、断られた方もですね、こいいいつあんんんままり行きたくないんだなだというふうに思うかももしれませんでもですね確証は持てませんよね、えー。9割方こいつは飲み会行きたくないんだなとっていうふうに思われてもですね、もしかしたら本当は行きたかったのかもしれないという1割弱の可能性があるためですね、えー、完全に避難したりだとか評価を下げるところまでにはならないはずなんですね、えー。付き合いの悪いやつだと思われるかもしれませんけども、それくらいは良しとしましょう、えー。仕事上で大きな影響を与えることはないと思います。えー、あとですね、考えられるのは体調不良を理由にする とということなんですけども体調不良は殿下の宝刀です。え使うのは年、ね、1回にしましょう、えー。体調不良を理由にするとですね、体調が悪くないのに悪いふりをしなければなりません。え非常に疲れますしえ、その演技の時間も無駄ですね。え体調が悪いふりをしていると、えー、気分もよろしくありませんえ。本当に調子が悪くなってしまいます。会社の飲み会の中でもやむを得ない状況で使うことを心がけましょう。つまり、有志の飲み会ではなくて、オフィシャルな時ですね。 はい。ということで、内容は以上になります。最後にですね、留意点大事なことがあったので、それを述べておきます。今まで説明したことはですね、会社には多くの人がいて、飲み会に誘われる機会がたくさんあるという前提に立っています。無益な時間が多くなるのは長期的に見てもよくありません。多少気は引けますけども、瞬時に流してしまわないと自分の時間をどんどん浪費することになりかねませんという視点に立っています。しかしですね、職場の中には、この人とはこれからも良好な関係を築いていきたいと思うような人がいるかもしれません。仕事、職場に関係なく 人生を通じて関わっていきたいという人ですそういう人にはですね長期的な視点に立って最初から自分は会社の飲み会が好きでないということですとか参加したくない理由スタンスっていうのをしっかり正直に伝えておくことが必要ですね信頼関係を作っていく上で上辺だけのやり取りっていうのは障害になることがあります付き合いが悪いと思われても構いませんのでそれが自分ですからそれを知っていただいた上で関係を作っていくことが重要です信頼関係というのは思っていることを言い合える関係でもあります、まあ、尊敬すするるような相手にはです、ね、普段接する態度やこと 言葉にに、えー、行為が自然と出ててきますすので、でで相手もそれれを感じ取るるししょう。正直に話せばですね、理解してくれるはずなんですね。えー、なぜなら自分に敬意を寄せた上で正直に相談してくれた人を悪く思う人っていうのはそうそういないからです、えー、しっかり関係を作っていくべき相手には真正面から誠実に正直に、えー、これが基本です、えー、というわけで、えー、今回はこの辺りで失礼させていただきたいと思います、えー、ご視聴ありがとうございました